くらい遅刻しました。でもあのメールでの告知なので、私が遅刻すること皆さん知ってくれてると思うので。でもね、聞いて、20分で設定したんですけど、それは玄関で配信するつもりだったから、だから20分は大丈夫だけど、ちょっとね動画の編集もしたくてだから、あ、そうだったらこっちの携帯じゃなくて 6S で配信したいなって思って控えて部屋に上がって遅くなりました。パンダ丸さんからお疲れいただきました。ありがとうございます。パンダ丸さん、いつもありがとうございます。そしてリニアンさんからも、お、何、え、え、待って、18周年かな、おめでとう。え、待って、これ AKB よ。え、え、私目が悪いからちょっとはっきり見えないけど、18周年、おめって書いてる。え、シギちゃんからも18周年おめっていただきました。あ、しかも2つ、ありがとうございます。ありがとうございます。え、すごい。え、今日限定。え、すごい、すごすぎます。あ、パンダ丸さんも18周年おめって、ありがとうございます。今日限定、今日のみ。そんな、え、嬉しい、嬉しいわ。それは嬉しいよ。わあ、ありがとうございます。まちゃんの X 見たよ今日。 X ね、皆さんすごい反応してくれて嬉しい。まあね、すごい両方2つ投稿したんですけど、両方すごい反応が多くて、あ、記事もぜひ読んでください記事もぜひ読んでください。そうなの、あのね、嬉しい。コメントも読みました。あ、待って、あ、初見さんだ。たかとしさん、ありがとうございます。初見なのに、あの、くま、これくまなのかな、くまじゃない、これ何、これなんだろうな、ね、なんかもらいましたなんかわからないけど、なんかもらいました。たかとしさん、ありがとうございます。いただきます。わ、そしてたかとしさんから18周年おめもありがとうございます、いただきました。ありがとうございます、優しい。8年間ありがとうございました。まあ AKB としての活動はね、あと少しで終わるんですけど、でも活動は全然普通にしますよ。あの AKB 以外、まあ今まで通りのと、これから、うん、これからスタートするのもあるので、個人的にはもう楽しみで仕方ないんです今え、待って、おいしい、今顔が動いてる、動いてる。そうです、アイドルの活動がなくなっただけで他のはしますし、うん、次のシングル予約始まだけど、握手会マジの名前見つからない。それはそうよ、それはそうです。2月頃も卒業します。
僕も楽しみ。おほほ、ありがとうございます。ちょっと逆に今のタイミング卒業しない、なんだろう、言い方難しいな。今のタイミング卒業今のタイミングじゃないとできないお仕事もあったので、自分の中でこれから結構大きなお仕事、 AKB に所属していたらまだね、これからまだ、まあ一生できなくはないかもしれないんですけど、でもちょうどいいタイミング卒業決めたので、ちょうどいいタイミングでありがたいお話をいただきました。大きな落語かな。いや、どういうこと、わからん、待って、どういうことわからん。大きな落語って何？卒業公演泣かないで笑顔でお願いします。まあ多分な、どうだろう、泣かないと思うけどな。発表はもう満面の笑顔だったし、うん、いやーでもね、今曲考えてて、でもエモエモ曲もやるのでどうだろうな。落語の、落語2時間っていうこと、落語一人だけで2時間ってあずきも飽きるじゃない。そもそも私が覚えられないとかそういうじゃなくて、あずきも飽きるじゃないですか多分ね。20分楽しかったってなっても2時間は長いよ。それはね、まさに基本な気持ち、そうですけど、あ、そっか、写真、ゆきちゃん、17期生の太田ゆきちゃんとめちゃめちゃ写真撮ったのと、まだ研究生だから携帯使えなくて、だから自撮りとか写真めちゃ撮ったわ。写真遅くなってごめん。OK。あ、ちょい待ち、大事。まあ、近々発表します。私じゃなくてグループの、いやその重大発表とかじゃないよ。重大発表じゃないけど、おーおーおおっていう。まちゃんの口の悪さ嫌いじゃない、過去要するに要するに好き。褒められてるか褒められてないかはちょっと分かんないけど、うん、あ、待って、おくちさんからも18周年おめって、ありがとうございます。そうです、 AKB18 周年、皆さんは何周年
の頃に AKB の頃知ったんですか？今カクカクしてる。あ、コメント動かない。あ、どうしよう、助けて、誰か助けて。あったあったあった、動き始めた。ラグアン、え、何？落語家になるの？うんうん、うん、そんなことないよ、全然全然そんなことない、そんな言ってない。褒めてはいないよね褒めてないよね4周年、4周年ってことは2009年、あ、じゃあ同じくらい、同じくらいでって考えたらさ、まあ自分は10周年頃に入ったんですけど、あと1週間後デビュー8周年になります。デビューが12月15日でね。知ったのは全盛期の頃だけど、押し始めたのは最近。ほう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 。ほう、女優兼モデル兼デザイナー兼落語家。うんうん、何の話？誰？知らない。誰？うん、え、うん、うん、うん。あ、ワイマツさんからも10周年おめいただきました。ありがとうございます。いや、はじめまして、はじめましてじゃないよね。こんばんは、こんばんは。そうなの、だから私も18分の8くらい AKB にいたので、いるのでそうなの、結構長くない？ 4.5 割くらいじゃない？ほぼ半分、半分はないけどね。って考えたらさ、結構長い期間だったし、私も、私自身もあとちょっとで8周年になるので、あとちょっとで9年目に突入する。芸歴9年目、え、すごい。お披露目で一人で歌ってたのを見た記憶はあるね。あれ8年前の話だよ。すごいことだと思うよ。さすが、まあ、じゃね。まあ8年ね。でもそれより AKB18 年で、 AKB18 年、18年間の歴史長いよ。だって MC でもさ、新しい子ってさ2006年生まれとか言ってて、AKB が AKB より若いっていう、はあ、すごいな。皆様コメントを読みます。 X の、昨日のジョーステの、あの今 X 開いたら昨日のジョーステ私の投稿ね、演出家が、私裏側の映像載せたら演出家が裏でこんなことやってたんかでリツイートしてくれた。あ、待って、おじみょんさんから18周年おめいただきました。ありがとうございますありがとうございます。あ、待って、燃えるゴミゴミな人からもめっちゃかわいい、ありがとうございます。
ジャリンとエド一緒のメンバーもいるし、まあ、まあ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 もういるし、ふっ、コメントを読みます。お、嬉しい、たくさんいいねもらってる、びっくり、え、嬉しい、誕生日になった気分もう、そうなの、あの今引用ポストを見てるけど、1年ごとに貼り続けてきたピンクのガムテープ、空きスペースがなくなってどうするんだろうと思っていたら、大根のメンバーが貼ってきたテープを剥がしてま角を詰めて貼り直してる。そうなの、一番最後のあれって、あの、そうなの、なんかボロボロになっちゃうのね、どうしても時間経つと。だから貼り直してるのね。そうなの、そのこの合間ね、本当は同じなの、あの緑とピンク、でも今ピンクの方が多いじゃない。そうなの、それはちょっと仕方なくて感覚めっちゃ面白い引用ツイートしてもらったわ。久しぶり見た、めっちゃテープ増えてるって、こんな線だらけになったやんって。まあ引用ツイートね、あのね、私引用ツイートがめっちゃ好きなの。なぜかというと、コメントはね、その人に見せてもらう、見せるためのコメントじゃないですか。引用ツイートってその人自身のアカウントに載せるっていう意味で、本音書く本音を書くのよ、基本で。コメントはアスキーがコメントしてくれて、引用ツイート、引用ポストは本当にアスキーでもない方もたまにしてくれるのよ。だから引用を見るのがめっちゃ好きコメントも読むよ、それは。そう、マチャリンラストの周年公演お疲れ様、マチャリンラストの周年公演お疲れ様、素敵な思い出と一緒、これからも未来にまっすぐ進もうね。そうです、私にとって最後の周年公演でございます。卒業発表してから一つ一つのイベントが終了していくの寂しい。そうな、私全然卒業ってもっと寂しいものかと思ったもっと寂しいことかと思ったけど、今はすごいもうこれからのこと考えて、自分も動いて、なんかなんだろう、寂しいと思う余裕がない、今。とにかく次進もう、詰めっていう。特に卒業発表前からもそうだったけど、前の舞台終わってから結構いろいろ考えたり、打ち合わせとかもちょっとして、話も進んでて、いろいろ始まりそうで、個人的にはすごい楽しみにしてます。次のマチャリね、次のマチャリ、お疲れ様でした、ゆっくり休んでください。休みたいです、ありがとうございます。最後の周年記念公演お疲れ様でした。マチャリは楽しめたかな、未来に向かってガン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 頑張ろうね、ありがとうございます。新年公演しっかり思い出作りできた、お、よかった。最後の新年公演も疲れ様、そうなの、もう最後ですよ。お疲れ様でした、卒業まで残りの AKB を精一杯楽しみ、新たに進む道へ飛躍するようお祈りしています、ありがとうございます、優しい。
18周年お疲れ様、感慨深いですね。ね、最後の周年公演お疲れ様、AKB48 の歴史の一部になれたことはマチャリのにとって一緒の誇りですね。うん、あ、待って、今のは何でもない。びっくりした。うんうん、そうです、 AKB の 4.5 割の歴史なの、私が参加携わってるのは。え、待って、私のこの日本語合ってる？次の投稿の8年間の歴史に携わってることは一緒の誇りですって書いたんですけど、携わっているっていう日本語合ってる？え、合ってなさそう。ちょっと待って、怖くなってきた。大丈夫？大丈夫だった？え、日本語合ってる？オッケー、本当？本当？本当に？携わらせていただいてるの方がいい？うわ、ちょっと待って。まあ、でも日本語は合ってる？いいよ、本当？ならいいけど。私いつもね、私いつも超端っこにいたけど、今は普通に大勢の中に私のなんかキーがないから、いつも端っこに飛ばされてたのね。今回はまあまあちょっと真ん中寄りになっててよかった。真ん中でもないけど、まあちょい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 近くなったっていう右側にいます。ぜひ探してみてください。まあ自分はどこにいるのか知ってるから一瞬で分かったけど、ね、最後の周年公演か。うわ、サトルさんからお星様いただきました。ありがとうございます。え、今週の AKB 最近消えたよね。もうたくさん映ってた。なんで？なんで？え、なんで？なのかい？私出て、何で出てた？何してた？同期がいないってのは星になってる、星になってるよ。うん、そう、同期がいないから、それがね、どうしてもね、結局本当に楽屋みんな同期となんか集まってて、うん、まあ8年間ずっと、うん、慣れたけど、武道館コンサート、え、もう10月、あー、まあ、あー、そっかそっか、あー、あー、思っていちゃった。もっともっと前の記憶がもっと前だったから、あ、武道館か、あー、なるほどね感覚はね、うん、聞いて、今日は、あー、でももう今を乗せたら遅いから明日乗せよっか、明日乗せるわ。今日はね、撮ってもらったの、一緒の動画、一緒の動画撮ってもらったから明日 TikTok に乗せます。今回記号と撮影誰かと一緒だった。うん、うん、それはないよ、一人だったよ。
今載せたらちょっと遅いから明日載せます。 TikTok ぜひ見てください。 TikTok もねなんかね再生回数がすごいなんか波が激しくて、ぜひフォローしていただいて、フォローしてくださいついこの間始めたばっかりで動画4つしかないでもこれからも定期的に載せますので見てね、見てほしいな。そう今載せたらねちょっと遅いから明日載せますわ。 TikTok、 うん TikTok、 TikTok 入れてないけどマチャリンさん始めたから始めてみようかなと思ってます。おーぜひ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 、そうです TikTok 解説しました。ぜひフォローしていただけたら嬉しいですそうなのそうなのって言っちゃった。なんだっけ、そう TikTok 始めてて、でもねもっと前から始めたかったなって思って、で最初はね美容系のやりたいなって思ったんです。化粧品とか紹介しててそれやりたかったいなと思ったんですけど、でそれはマネージャーさんに言ったんです。 TikTok 始めたいんです、マネージャーさん、あ事務所のマネージャーさんね、それも 前配信で言った言ったけど、その事務所のマネージャーさんに TikTok 始めたいんですけどって言ったら、ん TikTok って言われて、え TikTok で知らないんですかってめっちゃめちゃ怒られて、知ったらってめちゃめちゃ怒られたけど時代遅れだから TikTok みたいな、だってあのリアクションはあの TikTok 初めて聞いた人のリアクションだったから、知ってるめちゃめちゃ怒られて、昭和の人、あそうだね昭和生まれの方だったと思います。え昭和生まれって何歳以上が昭和生まれなの？平成が38年よね、だよね38年37年平成プラス今令和、あいや昭和生まれです。あ30年、あじゃあ昭和生まれの方です。そう TikTok でなんかそのリアクションは TikTok 初めて聞いた人のリアクションだったから怒られて、何やりたい、美容系の TikTok やりたいんです。スピンってこと、スピンでメイクするってこと、そうです、えそうなんみたいな、え何私スピン見せちゃいけない人なんの、そんなひどい、まあひどいけど、えひどいひどいもうスピン NG 事務所は NG ないと思います。ゆるゆるです、ゆるゆるって、まあ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 結構、まあ、ゆるゆるってはないんだ、なんだろう、そういう SNS はゆるゆるです。めっちゃ TikTok も本当はあのマネージャーさんと共有しなければいけないんだよね本当は。全然自由にやらせていただいてる。それ AKB の方も確認してて、
AKB の方が言ったのは事務所と共有してくださいって私がマネージャーさんに言った、あの事務所のマネージャーさんに言って、いやでも X もインスタも自分でやってるんだろうって、はい、自分で やればって、おお、ほう。で数日後、え、本当にこの間言われたのは、そういえばあれ始めたいじゃなかったっけ、何ですかあれよ、あ、 TikTok ですか、あ、そう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 、え、始めまして、始めましたよ、あ、そうなん、待って、私始める前にちゃんと文章送って確認してもらいましたよね、 X の、え？って言われて、え？怖い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 、 OK って返信が来たのに OK って返信が来たのに、もうなのに、あれよあれは TikTok 知らないのリアクションなんよな、あら、いや本当に知らないか、忘れたかい、え、その翌日くらいかな、翌日か当日か、翌日か、翌日くらい言われて、そうなの、でも TikTok 始めたのでぜひぜひ皆さんもよかったらアカウントを作っていただいてフォローしていただけたら、コメントもいつもめちゃめちゃ見てますので、たくさん再生してコメントもたくさんしてください、お願いします。X もね、たくさんの方がコメントしてくれてて、 X もぜひ、嬉しい、あとでもう一度コメント一個一個読みますね。アカウントを作っただけになったフォローもちゃんとしてね、明日今日の動画を載せます。あ、そう、 YouTube ね、 YouTube やるよ、やるけど編集とかめっちゃ時間かかるのよ。だから TikTok、 まず TikTok その短い動画とかアップして、 YouTube もやるけどちょっと時間が最近バタバタしてて時間がそんなに、あ、16% しかないわ今、 TikTok じゃない、 YouTube、 あー遅い、おー、あとちょっとで4000フォロワーさんになるので、ぜひフォローして待っていただけたら、今ちょっとさすがにちょっと本当に忙しくて、忙しくて、あのちょっとフォローしていただいて、まだ更新しますわ。ラーメンさんから18周年いただきました、ありがとうございます。18周年おめありがとうございます、ありがとうございます。そう、明日オンライン話し会、明日オンライン話し会のあとに用事2つ入れてるだからね、あ、でも明日何時入りだろう、ちょっと待ってね、土曜日、
ちょい早いな。時間も微妙だよね。この時間にここに行くなら、このここで乗りたい。明日8時半から配信します。遅刻する可能性があります。8時半は遅刻するよ。遅刻するのでご安心ください。8ってなったら1 2 3 4 5 6 7 8、あ、いけるか。お、待って、ラーメンさんからもう18周年おめいただきました。ありがとうございます。ふぅ、明日だった、忘れてた。いやいや、ちゃんと覚えてください。わ、 YouTube、 あ、危ない。 YouTube せいちゃんと撮ったやつめっちゃ可愛くて好きです。お、せいちゃんファン、せいちゃんのファンの方。あ、 TikTok フォローしました、ありがとうございます。明日また動画あげますよ。あ、声が お、フォロワーさん増えました。 TikTok の宣伝効果や。 X もぜひ、インスタグラムもね、インスタグラムあとちょっとで6.7 万になるのよ。ぜひインスタグラムも見てください。前回の動画好きすぎる。ちょっと照れちゃうのね、慣れてないから。せいちゃんのファンはめちゃめちゃ嬉しいよね。うん、だってマジでせいちゃんめっちゃ可愛く撮ったから、それはそうよ。マジで言うのだよ。あ、燃えるゴミゴミな人から18周年おめって、ありがとうございます。18周年おめ、18周年だ。インスタも投稿したんですよ、さっき。写真迷って迷って結局同じ写真にしたけど、今投稿見ていいね しますね。見ながら、早く8年間お疲れ様。そうなの。いや、でもね、あとちょっとだよ、まだ8年。まだまだ私の周年じゃない。僕は中学生の頃に先輩がメンバーになったからファンになったんだよ。え、待って、私今初めて知ったかもしれない。先輩がメンバーになったから、そうなの、すごいね。18周年おめでとう、おめでとう。マチャリにとっては最後の周年公演。そうなの、本当に。でもそんなに全然普通に楽しかった。サドルさんからお星様いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、何が嬉しいかというと、なんかね、あつきもね、なんか AKB 卒業してもマチャリン応援するよっていう行為が多くて、もちろん寂しいって言ってくれる人もいるけど、でもそれより楽しみにしてるって言ってくれ
ってる方の方が多いので安心してる、安心したまあ最初からなんかなんとなく分かってる、分かってるけどそれでいくと TikTok はオチョ有能になるのかな本当にオチョ有能。あ、でもね、昨日のアフタートークの前もね、ウキさんとねシャルロットじゃない、ボワザン様と一緒にあのパフェ食べました。それもちょっと撮ってもらいました。楽しみにしてください。TikTok 始めたから動画とかもね必要となってくるかな、必要となってくるっていうか、うん、たくさん撮ってて美味しそうだったね、めっちゃ美味しかった。え、待って、なんかねちゃんとお弁当食べたから本当は食べちゃいけないんだけど、今ちょっと甘いもの食べたいなって。え、どうしよう、なんかね持って帰ったからね、でもね今食べたら絶対自分のこと嫌いになっちゃうから。プリンじゃない、チョコの、いやダメだダメだ、今日お米めっちゃ食べたの、めちゃめちゃお米食べたから。でもねいちごなんだよね、いや我慢する、ごめんなさい。昨日情勢クイズ難しかったけど盛大面のクイズ同じくらい難しいのかな。いやいや違う違う違う、全然優しいよ。ね全部私の SNS 見てたら全部正解できるくらい。昨日はね本当にわからないじゃん、本当にわからないじゃん。いや明日じゃないわ生誕イベントのねちゃんとね大丈夫。噛んで二問正解した前回のあれ二分目。こんばんは、写真集出さないの全然違う話急に。じゃあ貯金してとりあえず会話になってない、今生誕イベントの話してる。まだアズキングになれるかな、おーぜひぜひ。でもね本当に難しくない、ゲストの子より知ってると思う、アズキはそんなに難しくないと思うけどな、全部 SNS 見てくれたら。でも難しいのもある、X じゃない SNS に載せた。でもねそれはいやネタバレになっちゃうな、実際の出来事。写真集に200冊買わないとダメですからね。そうなの、なんか写真集まだとか写真集出さないのっていうコメントはね書く人ってね200冊以上スタートよ、うん、そういうコメントが来たらそのもう200冊以上。前回の植物レベル、え、そんな難しい、そんな難しいもんじゃないと思うけどな、うん、そうなの、そういうコメントをする人でね
200冊以上よ。いや、でも全問正解の人に絶対いると思うよ。ちゃんと私の活動見てくれたら。もう一度あれちゃんと見るわ、自分何書いてたか。生誕イベントクイズ内容。あーはーはーはー、あーはーはーはー。え、マジで2問目本当に自分センスいい。一個一個のあれちゃんと考えたの。で4つ目、4つ目は難しいな。でも私の活動ちゃんと見てくれたら分かる。ちょっと印象的な出来事なので。5つ目は完全に SNS に載せたものでございまして、マチャリンクイズ新豆の私、新豆の私には難しいな。いや、古すぎて、え、預け歴7年くらいじゃなかったっけ。新豆にも優しいことをお願いします。でもね、まあ新豆でも超新豆と超新豆と、まあまあ新豆と新豆じゃないのに新豆フリしてる、なぜか自分がそういうことしたらフレッシュじゃないかって思ってる新豆さんもいるけど、基本あの生誕イベントなので、この1年間の出来事のクイズです。そう、でもね、本当についこの間預けになってくれた方もいるので、ちょっと難しいかもしれないな、それだったら。まだ僕はフレッシュ。偽神、それ偽神、あ、偽神ね、本当に。おいらちょい神、いや、新豆の定義、ちょい新豆だから難しいかな。いや、でも本当に全部この1年間の出来事です。全部です。全部。1、2、3、そう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 、全部全部この1年間の出来事なので大丈夫です。これから小豆なろうかと。あ、まだまだなってない。え、初見。初見。まだなってないの。え、そうなんだ。まだなってないんだ。部屋は片付いてた？片付いた？まだ無理か。そうなの、どうしよう。え、本当に明日もね、明日も明後日もお話し会の後に用事入れてて、し明後日はお仕事結構一日で、の翌日親ももう来るよ、もう来るのよ。キャーキャー、うん、スイーツ持って帰っちゃったから、食べたくて食べたくてしょうがない。お腹全然空いてないのに。
幼児現実逃避。じゃあ明日お話し会の後に1個あります。1個目は終わってから配信で言います。もう1個はじゃあ今言います。とある人と夜ご飯食べます。今誰でしょって言ったら絶対当たる人がいないから言います。この前配信でいたんですけど、AKB ショップの方が急に、いや話したことない方、急にこの人知ってるって携帯見せてくれて、知らない、え誰って思って、えこの人なんかアーティストのアーシャみたいな写真見せられて、知りません、えこの子多分マジャリンさんの学生の時代の知り合いって、昔一緒にお出かけしたとか言ったよって。え私地元の表の知り合いいないよ、普通に学生だったし、なんかね、なんか芸能やってて、あの人実は知り合いなんだよねとか言って、実は知り合いじゃないみたいなパターン、え、そんなパターン本当にあるんだ、本当に実際存在するんだって思って、いや最初はね、学生の頃って言ってなかった、台湾の人って言われて、いや全然私の知り合いの表の人はね、まあ、基本一緒にオーディションに参加したことある人くらい、本当にいないの、本当にいない、誰ってなって、いや学生の頃一緒に遊んでたって言ったよって。ってことは学生の頃の友達、名前見ててなんかね、下の名前平仮名で書いてたから分かんなかったけど、名字見て顔見て、え待って、え知ってる、え待って知ってるわってなって、今声見ちゃったから知ってるってなって、すごいアーシャーみたいな写真だったけど全然一般人一般のお仕事してて、その AKB ショップなんか、私もあ1週間2週間後くらいマネージャーさんから連絡先渡してもらった、その AKB ショップの方がマネージャーさんに、そう私もその子と会いたいなって思って思い出してから、で、あじゃあまたマネージャーさんにその子の連絡先渡すねって言ってくださって、で本当1週間2週間後に本当に連絡が来て追加したんだけど、なんかね AKB ショップではなくて、あの子が言ったのはそのね、ウェブ系の会社に入ってて、で AKB ショップもそのウェブ系の会社の中の運営みたいなの、そうなの、だから直接 AKB ショップとか AKB と関係ないんだけど、その関連ちょっと同じその運営会社的な、私もちょっとよく分かんなくて、そうなの、明日会うのよ、9年ぶりの再会くらいかな、すごくない、9年ぶりの再会だよ、ほえー、そうなの、ほえーって、そう明日会うのよ、え楽しみ、普通に楽しみ、でもねあの子もね、なんで紹介し誰に紹介してもらったのか覚えてないけど、あの子はね生まれも育ちも日本で、ご両親が台湾だけど生まれも育ちも日本だから、
いつかのタイミング覚えてない、覚えてないけど地元に戻って、台湾に戻って、でちょっと言葉とかもあるから、そのあるっていうかその勉強、昔は日本の学校通ってたからその差がちょっとあるので、学年を1個下にした。だから本当は私の1個上の気がする。多分。で、なまってた。ちょいなまり。あ、やっぱなまってた。普通の会話は全然、多分皆さんにから聞いた私の今のなんだろう感じ。よりを喋ってたけど、ちょっとなまってた。で数年前まだも日本に戻って、まあ日本生まれ日本育ちだから日本に戻って、で今働いてるってらしいよ。日本語なまり、違う、日本語なまりじゃなくて中国語なまってた。生まれも育ちも日本だから、もうそれはね、なまってた。逆マチャリン、逆マチャリンね。そうだな。両親の日本語の影響、違う、日本語はなまってない、ごめんなさい、私の説明が下手くそだった。日本語なまってない、日本生まれ日本育ちだから日本語普通に喋れる。中国語なまってるって話です。桃子じゃなかった、桃子なわけじゃない、桃子はもう桃子今何してるの分かんないけど、そういうことか。そうなの、なんかねなんだろう、ご両親の影響でなまってるとかそういう、あのね、だって本当にあるのよ。例えばよ、おちょはね、最近よく一緒にいるおちょね、前動画撮ってもらったおちょね、おちょのご両親も日本人じゃないし、普通にねご両親が会話してる時に中国語だったの。なのにおちょは中国語喋れない、わからない、本当に。あ、でもね、ある程度理解はしてるけど全然できない、喋れなくて。そうなの。でもおちょのお父さんは日本語はできるけど、お母さんはたまに混ざって喋ってる。そんなにペラペラではないのに、会話は伝わる、会話知ってる。なのにおちょは中国語喋れない、本当にできない、自己紹介レベルくらい。だからね、その親より環境です、本当に環境です。そうなの。え、おちょちゃん、おちょは、そう、中国語あ基本喋れない。頑張ったらちょい単語とかできると思うんですけど、実際全然、あの、そうなの。全然。だから本当に環境です。だから今言ったその学生の頃の友達もそうだし、でもね喋れるよ中国語、喋れるけどなまってる
なまってるなって、うん、オチョの家に行った時オチョだけ日本語だったんだっけ。いやでも基本私も日本語で喋ってるから、環境です。だからたまにね、なあ待って、まだ辛い思い出思い出した、もういいや、なあ涙が出てきそう、もういいや、ごめん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 、もういつか自分がね、鉛がね本当になくなって心が強くなって今の私は大丈夫と思ったらそれこそ今の私は大丈夫と思ったら言うね。じゃなかった今はただただ辛い思い出で。でもねたまに自分もね、あ今なまってる、今の日本語絶対伝わらない、今の多分合ってないてか分かってるよ、旦那に声優さんの朗読聞いて練習して黙ってるって分かってるけど直せないのよ、黙ってるって分かってるけど どうしてもね、そういう時こある言わなくていいよ、まあ、いつかね、いつかあの時はね実はそんなことあったのよって笑い話になれるくらい強くなったら、デビュー当時を思い出した、デビュー当時の話じゃないよ、ほとんどなまってないよ本当。なんかのちょっと本当にまあまあ最近の話だけど、待って本当に覚えてない、なんかしようとしてて、全く覚えてない、それが名前なのかな、名前か、名前はもう事前に全く覚えてない、私どこ行った、誰、何しようとしてたの本当に覚えてないけど、身分証明書が必要な場所だったな、何しようとしてた、なんかカード作る、違う、あっ携帯だ、携帯SIM カードのあの問題だ、で身分証明書が必要だったのね、その時にそのまま在留カードを見せてくださいって言われて、バレてるやん、あパンダ丸さんからめちゃ可愛いいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます、うん、私は誰、ここはどこもうもうここはどこ、待って、エゾモンさんから18周年タワーいただきました、ありがとうございます、すごい18周年タワーだ、書きますのでぜひコメントしてくれたら、ありがとうございます、
うわ、18周年タワーだ。びっくりした。かわいい。ありがとう。何の話した？あ、そうそう、身分証明書の時に在留カードくださいと言われて、バレてるやんって。ポカッ。ポカッになった。の話。内心、あ、マチャリンだってなってたかもしれない。でもね、前も言ったけど、その配達とか何かね、たまにね、何だろう、スムーズにマチャリンさんって呼んでくれる方の方が怖いなって思っちゃう。で、普通はね、なんかね、ま、馬さんとかなっちゃうんじゃない？馬さん。なんか一回電話が来たの。今からお荷物をお届けしますが、ばあさんが馬さんの電話でよろしい？あ、はい、私です。はいはい、ここの中でばあても馬でもないけど、私ですってなってて、それは私のこと知らないじゃないですか。たまにマジャリンさんとか言われるのが私のこと知ってるんじゃないか、ちょっと怖いな。わかるやろかい。うん、ちょっとね、なんかね、ばあさんや馬さんないなんているかい。でも、あの馬って書いてるから、馬って読む人と、ばだってばばあさんもあのばじゃないんですか、あの馬じゃないんですか。マジの知名度上がってきたんじゃん。まあでもそうだけどさ、そうだけどさ、場合によっては声かけないでほしい。私本当に顔バレより名前でバレる。だってさ、1回2回くらいその名前見たらある程度わかるじゃん、覚えるじゃん。本当にプライバシーのとこ、部屋探しもそうだし、バレ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 だった。私このエピソード前にも言ったけど、あ、待って、ふうさんから氷ごまちゃんいただきました。ふうさん、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、にゃ、そう、部屋探し前も言ったんだけど、ちょっと本当に恥ずかしい。今何時？30、あ、時間ある。全然18周年と全く関係ない話してるんだけど、あのね、部屋探しね、今のじゃなくてもう一個前の部屋だけど、あの一人で探しててやっぱちょっと怖くない？不動産屋さんの方と同じ空間にいるのはやっぱちょっと怖いし、親も心配してるし、なんか何があったらちょっと怖いなって思って、だからその部屋に着いて、で親とテレビ電話してて、であえてめちゃめちゃ大きな声で、その中国語を喋ってたのね。基本ほとんどの人が日本語以外の言語を聞いたら怖くなっちゃうじゃん、この国の方々は。排除するじゃん、自分の知らない言葉聞くと、え、何とかなっちゃうじゃん、もう怖い怖い怖いってなっちゃうじゃん。基本それ作戦にして、あえてめっちゃ大きな声で親に見せて、この部屋どうみたいな感じだったね。2軒3軒くらいずっとそうしてたんだけど、
帰りの車で。あ、実はマンさんのことをある程度知ってますって言われて。え？え？ある程度知ってますって何？ってなって、そうなの、私のこと知ってた。しかも本当にもう本当にほぼスピンで、もうスピンで超ダサい服着てたの、あえて着てたの、あえてね。うわーって、マジかよってなって、超恥ずい。 AKB ファンじゃないらしい。本人が言ったのはちょうどテレビ見てて名前出てきて、え、この名前なんか見たことあるよってなって、メール確認して、あ、私あの内見したいから、そう、内見したいってメールして、でその後にテレビで私の名前見てて、え、見たことある名前、え、同じ名前なのかなって。で会社、翌日会社に戻ってメール確認したら同じ名前だったっていう。本当かどうか分かんないけど、でもめちゃめちゃいい方だったよ。でもね、なんかね、その行く車の中でもね、あ、シリタンから18周年おめいただきました、ありがとうございます、キュン、ありがとうございます。そう、行く車の中でもね、ちょいちょい、あ、確かになんかね、どれくらいのペースで地元に帰ってるんですかとか聞かれて、全然帰ってないんですって、忙しいんですもんねみたいなこと言われた気がしたし、なんか部屋のこだわり、 こだわりウォークインクローゼットはどうとか聞かれて、あ、はい、あったらめちゃめちゃいいんですねって言って、お洋服多いですもんねって、絶対お洋服多いですよねって。はあ、はあ、なるほどねなるほど、だから、ああ、うん、ああ、で帰りの車である程度マサのこと知ってるって言われて、早く言えやん早く言ってよ、知ってますか、知ってますよ感。あ、でも そんなにね、言われるまでにバレてなかった。私は知らん、分かんなかったし、ただうん、なんか、うん、そんな、え、なんか、うん、まあ、うん、すごい、なんか言わなくても分かってくれる方だなってまあこの年頃の女の子みんなお洋服が多いから、ウォークインクロジットの方がいいかなとか思われてたかなって。いや、落語で使えるネタだね。大丈夫です、歯医者さんだった、歯全部見られた後に、この間カチアロ見ましたよって言われて、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ある意味で芸名にしていいよね。その楽だし、読み方は一緒だけど。なんでこの話？
そう、でもこれから芸名にする。プロ資格なのか、それともなんか、でもバレて嬉しいと思う人もいるんじゃない？なんかな、まあでも逆に何も言わないのも怖いな。あ、実は知ってて、それも怖いな。あ、マジャリンここに住んでるなとか、それも嫌だし。マジャリンもれても、マジャリン見てもでもピンとこないかもね。うん、そうなんです。あのね、この間佐保さんと一緒にパンケーキ食べたんだけど、その時言われたのは、でも最初はま、最後もあのマジのリンだから、だから真ん中の文字読めないけど茶かなって正解、正解です、茶です。そうです。でもね、芸名にするのはかなりの勇気を、今まで8年間ずっと使い続けてた名前だったので、うん、急に変えるのって知名度がね下がるから、それがどうしても本当に怖いけど、すごい怖いけど、うん、決めたことだし、新しいスタートということで楽しみしてます。だからね、今 X とかインスタグラムのアカウントでね、両方の名前書いてる。慣れてもらいたくて。怖いけど、これからの私の芸能人生はもうこの名前で行くつもりで。マチャリの地名を覚えてた人はマチャリ見て同一人物と思う。でも一応リン残してる。もともとね、あの違うリンに、あの一応私の今のリンもね、本当はレイじゃない？本当はレイだから、なんだろう、本当はレイだから日本語読みのリンにしたかったの。本当に6日前、今のリンに決めた、にするって決めた。前もこう書いた気がする。こっちの、こっちね、私のこだわり。なんかこう、これもあるじゃん。じゃなくて、こっち。結局してなくて、今思えばしてなくてよかった。今の方がいい。そう、なんかね、結構似てるリンあるじゃん。だからそれだったらまだ本当にややこしくなっちゃうから、今思えば自分のこのリンがいいなって。しかもトンが、ほとんが
すぐ言ってくださった名前だし、あ、うん、ね、リンだけでも残してくれて嬉しいぞ。でもし、え、皆さん的には名前書いてどう？え、前の方がいいって方いる？どうしても前の本名の方が好きっていう。私はもう決めたけど、発表したしするけど、ただ皆さんの意見聞きたい。だから前の方がいいっていうコメントもしてもいいよ。もう決めたから、決めたし発表したしするけど、新しいするのするけど、間違うのまだ慣れてない。まあ慣れてないか。私はずっと何年か前決めてて、まあ、マチャはもう決めてた。最後のリンだけ、ね、だから私はもう結構慣れてる。うん、やっと発表したっていう感じ。あ、前のマチャリンは好きですって。マチャリンも馴染みがあって好きだけど、マチャリンも美しい名前やなーって。お、ありがとうございます。マチャリンの決めたことだからを尊重しますよ。優しい。ひらがなのマチャリも好きだからね。うん、マチャリかな。今のコメント見て前の方がの方が人気かも。あれあれれ、慣れてない。私はあの、でも最後のリンまだ慣れてない。だってずっとさっきのあのリンにするつもりだった。なんかね、でもね、最後の1週間2週間くらい本当に悩んで、本当に芸名にするか、なんかずっと芸名にするって決めたんだけど、改名すると思ってなかった。まあそれはそうよ。新しい街にも慣れれば、まあね、慣れの問題だね。シルエット買う、髪がボサ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 って言わないの。これ外しただけで、このまま後ですぐお風呂に入りたいからなの。待って、本当に明日明後日用事結構パンパンだったから、睡眠時間大丈夫そう？大丈夫かな。睡眠読み方同じの？うん、読み方同じ。画数とか考えたの？うん、うん、なんかね、一回占い行った方がいいかなってずっと自分も思ってて、でもちょっとバタバタしてて、舞台とかもね、気づいたらもう発表しなければいい、に発表しなければいけないんだが、もともと12月の新しい公演で発表したかったの。でも公演が始まるのがとんでもない延期になって、じゃあ今発表したいって思って11月に発表したのね。うん、スケジュールの問題もあったし、なんか11月30発表してってなったらさ、急にね、本当に芸名にするかって急に焦り出してて、今までずっとスルスルスルって言ってたのにバタバタしてた。で、占い行くタイミングなくて、ネットで調べようとしてたんだけど、でもね、名字と名前両方書かなければいけないじゃん、占いって。
でも芸名にしたらそもそも名字と名前という概念がなくなるの。あの新しい真実の間はね、名字じゃないの。あれ名字じゃない。もうあの3文字のマチャリンはね、もうその3文字のマチャリンなの。名字とその名前概念がないの。まあが名字にしたら結構良くないよ。今日今日になってるよ。うん、今日になってた。でもね、でもあれ名字じゃないからって思って、そう今日になるとね、まが名字だったら今日、でもあれそもそも名字じゃないからふんって思って信じてなかった。え、そうなの。そうだよ、まはあの真実の真はもう名字じゃない。だからまこれからマスさんと呼ばないで。うん、占ったのネット上でね、ネットだけでね、あれはもう名字じゃない、あれ名字じゃない。今馬は名字だけど、真実のあの馬、まっすぐの馬は名字じゃない。マチャリンが一つの単語、単語じゃない、一つの名前。そうなの、そうなの、そうなの、そうなの。名字あります。そう、全部名前、全部で名前なの。それこそその全然卒業と関係ないちょっとインタビューがあったのね。でその直しも来たので、今の、名前ね、やっぱ「ま」の後にスペースがあって「まちゃりん」「まちゃりん」ってなってて、あ、次新しい名前も「ま」シャリンってなってて、違うです、すいません、あの真ん中のスペースはいらないんです。マチャリンが一つの、そう、名字とかの概念がなくない。あ、それもいつかツイートした方がいいかな。マチャリンになったら名字の概念がなくなります。まは名字ではないですよ。一つの名前です。そう、これ自分も説明しなければいけないか。配信では言ってるけど、配信以外のところでそういうことをつぶやいてないから、ややこしいよね。うん、いつか投稿します。とりあえずメモして、インスタグラムもね、さっき投稿したのでコメント見てみます。あと6分で、素敵な思い出に感謝。そう、ピンクのテープいっぱい、感慨深い。そうなの、新しいマチャリンもね、皆さん慣れてください。今あの予測変換はね、多分新しいマチャリンはまだ出てないと思うんですが、皆さんたくさん、え、どうやったら予測変換出てくるの、新しいマチャリン、その予測変換どうやったら出てくるの。新しいサインに改名した漢字書く予定か、ローマ字か、まだ考え、ちゃんと考えてないな。
単語登録したよって、たくさんの方が単辞書、あ、ご祝福ありがとうございます。たくさんの方が登録してくれたらこれから予測変換出てくる、新しい単発でもなの。だって今別にみんな登録してないけど今の本名のマチャに出てくるじゃん。どうやったら出てくるの。今私の新しい携帯もそうですし、あ、たくさんの方が登録してくれたらたくさん登録お願いします。登録ってが使わないと、あ、そっか、よそよそならたくさんのか、だから検索すれば、あ、そっか、じゃあたくさん新しいマチャリの方書いてくださいぜひぜひぜひ。まあ入れたら勝手にマチャリの最初出てくるようになって、まあ私もマチャリで書いたら、え、今どっちの方が先に出るんだろう、まあ、あ、 M って書いたら自分の本名の方、あ、でもでもよ、マチャリン、マチャリン、マチャリン、3個目本名をひらがな、3個目が芸名、うん、だね。いや、57分もう終わります、終わりますね。今日嬉しかったこと、あやみんがね、選抜入りおめでとう、嬉しかった。はい、ランキング読みます。13位から、13位は西安さんです、ありがとうございます。12位はエアビズさんです、ありがとうございます。11位はおちみょんさんです、ありがとうございます。10位はラーメンさんです、ありがとうございます。9位はおくじさんです、ごめんなさい、おくじさんありがとうございます。8位はワイマツさんです、ありがとうございます。7位はリンニャンさんです、ありがとうございます。6位は燃えるゴミゴミの人です、ありがとうございます。じゃあ続きまして5位はサトルさんです、ありがとうございます。4位はふうさんです、ありがとうございます。3位は、パンダマルさんです、マチャリン。今日もあーいや、ひがみに浅草からお台場まで水上バスで移動しながら予約、やない、え、ほんと浅草からお台場まで、メモしとくわ、浅草から、え、お台場、ほんとに、そんな、メモしときました、ありがとうございます。続きまして2位は新ギターです、18周年おめでとう、周年公演お疲れ様でした。 AKB48 の歴史の一部になれたこと一緒のほぐれですね。それはそうです、8年間いると思わなかったんです、入った頃5年くらい、5年も長いじゃん、普通に考えたら、気づいたら8年か、すごいねでは最後1位はエゾンモンさんです、エゾンモンさんです、ありがとうございます。ありがたわもいただきました、ありがとうございます。ではでは59分、あと45秒、何ができ、X とインスタグラムぜひフォローしてください。新しい記事もぜひ読んでください。全部ねここに まとめてます、リットリンクに最新情報、最新の出演だったり記事だったり、あの SNS ね、 TikTok も更新しました、 TikTok ぜひ見てほしいんです。こちらこの間解説したばっかり、動画まだこれしかないくらいですが、フォローして待ってください。では残り10秒、 X、Instagram、TikTok、YouTube、 ぜひフォローしてください。明日お話し会楽しみ、楽しみ。